はい、ベイマックスのハッピーフェアラボ来てみました。なんと待ち時間30分待ちとのことで、30分なら行ってみようかな。ちょっと行ってみよう、30分だったら。14ヶ月ぶりのこの抽選所ですね。まず抽選機は残ってるのがびっくりですね。はい、レス進んでます。でもめちゃくちゃ進みが遅いね。1人本当になんかね、3分ぐらいかかる感じです。いやー、抽選機懐かしい。思わずこれ抽選しちゃうよね。ほら、懐かしの抽選機久しぶりになった。はい、回ってきました。次の次ですね。でもシステムはさっぱりわかんない。どういうシステムなのかな。ここでは笑顔になるためにハッピーな研究をしております。はい、その前にいくつかご案内ございます。はい、こちら台紙の写真は全ての皆様に撮影をしております。はい、中に入りましたら動画撮影や写真撮影の方は一切ご遠慮させていただいて、自前のカメラでも撮影はできないんですか。そうですね、1グループ1枚という形になってしまうので、正面から撮ったものは全て1枚に数えられてしまうんです。自前のカメラではダメなの。そうですね、自分のカメラで撮る場合はベイマックスだけ撮ると、あ、ベイマックスとお客様という形のどちらかになっております。あ、じゃあ普通のキャラクルと同じですね。そうですね、わかりました。で、動画は NG なんですね。そうですね、動画の方もご遠慮いただいております。はい、わかりました。はい、ベイマックス会ってきました。結論を言いましょう。これパスしていいです、スルーしていいです。これ僕アメリカに行ってベイマックス会ってきました、1年半前。で、僕のアメリカ行った動画を見たら分かると思うんだけど、ベイマックス等身大で僕と同じ目線で、でハグできたり、ベイマックスオンチュアって言うとベイマックスはよーって手を挙げてくれたり、僕の話し言葉によって目をパチパチやったりとかして、ベイマックスと楽しくコミュニケーションできたし、何よりハグできたし、だって拳でパンチとかお互いやって、ベイマックスとかなりコミュニケーションを取ったんですね。で、これ、誰も言わないから言いますけど、これマネキンです。マネキンで、ただ首がぐるぐるってモーターかなんかで動いて、目がパチパチするだけで、あと声はテープです。いわゆるデータですね。なので、マネキンにただ喋ってるだけで、これですね、ビューティアジューとか、フォレストシアターとか、あんだけハイテクやってんのに、これマネキンなので、かなりがっかりします。だから、地方の方々とかがですね、貴重な時間を割いて並んで、なんだマネキンかよってなってしまう可能性があるので、だったらこれはね、パスしてもいいと思います。でも、いや、マネキンのベイマックスに会えるし、他にやることないと、せっかく来たんだったらちょっとでも何でもいいからやりたいって言うんだったら、これでもいいですけど、とにかく地方から来て時間なくて少しの効率的に、とにかく外れたくない、全て当たりで過ごしたいと、ハズレの行為とかハズレの体験とか一切したくないっていう方だったら、これパスした方がいいと思います。はい、なのでアメリカレベルのものを伝えていくとかなりがっかりするので、マネキンでもいいよって言うんでしたら行ってもいいと思います。はい、こういう総評でした。はい、ありがとうございます。はい、追加です。ベイマックスね、ちょっとはっきり言って、あのハッピーヘアラボに並ぶんだったら、ここで撮っても変わんないと思うよ。ここでベイマックスとツーショット撮っても全く変わらないので、とりあえず体験してみたいってなったらいいんだけども、ほんとマネキンだった。これ撮ってると変わんない。ベイマックスピンで一人でワンショット撮りますって私言ったんだけど、え、待って、これって言ったらのものやんと思って、ベイマックスピンで撮るの僕やめましたもん。もうほんとこれでいくよ。はい、ポーズ。はい、もうこれで十分ですよ。あれも並ばなくていい。これで OK です。イエーイ。